あとは、タレ。これも入れちゃって混ぜておきます。卵とね、やっていくんで、とりあえず一口大っていうね、よくあるその大きさでね、一口大、どれぐらいが一口大かね、分からないよっていう人もいますけども、まあ大体もう見てもらうしかないのでね、こんなもん。実はあんまりね、そんなに得意じゃないんですよ俺それもあるんで、半分に切ってからちょっと薄い感じで、薄い何年切りにしたいんですよ。あんまり太くしたくない。まあそれはいいとしよう。で豚肉も、まあこれもよくやる一口大ってやつですね。まあ、これもね、ちょっとね、さっと切っちゃいますね。つけていきましょう。納豆が入っている油揚げですね、はい、火つけて、まあ、ししって言ったけどね、魚焼き器をつけて、なんでいつもつけるんだろう、忘れちゃうんだね。で、卵なんですけど、僕はね、最初にね、卵をね、卵先にやっておきたいんですよね。ごま油でいきます。楽しみだな、うまくできるか。はい、そんなこと言ってる間に新しいね、このフライパンに火が入りましたんで、卵を入れちゃいます。じゃあね、卵先入れちゃいたいんですよ。はい、ちょっとね、卵に火通しておきたいっていうか、火通してから後でまた合わせたいタイプなんですよね。あ、さすがね、新しいフライパンはいいね。全くこびりつこうとしないね、卵がもうスルスル取れるもんね。いいですね。はい、もう一回ね、これぐらいになったら一回も取り出します。また入れるんですけどね、結局ね。ごま油を少しだけ引いて、豚バラいきます。豚バラ、これが豚バラ。ちょっと塩コショウ少しだけいきましょう。これでいいです。で、その間にこの納豆がね、バーッとかね、こんな感じです。これは温めればいいっていうかね、こんな感じです。で、そんなことやってる間に豚バラをほぐしていかないといけませんね。きくらげを入れます。やっぱりね、きくらげはね、結構個人的に難しいんだよね。どれぐらい火通すものかな。一応気持ち、料理 YouTube なんで、量を見てます。どこ毎回ね、
大さじ1ぐらいかな、これで。もうちょっといいかな。このくらいやってる間に焦げるよっていう話になるよね。コンピューター当てますか。で、これで、コーミーペーストを入れて、混ぜていきます。で今、そっちはちょっと一回、タイミング合わせたいので、火を止めて。これをフライパンに入れていきます。崩して入れちゃうんで別に全然構いません。はい、そしたらさっきの卵をこっちはもう入れちゃいます。これ卵と合わせちゃえばもうほぼ終わりなんで、でこれで混ぜていく感じですね。はい、大根おろしですね。この大根おろし、これ入れただけです、ね。こっちは大根おろし、水を切った大根おろしをこっちに加えて、少しね、まあ、はい、もうこれで OK。これ少し温めていくって感じですね。で、さっきの卵の方ね、卵と、きくらげ、豚肉の炒め物は、こんな感じでね、入れていっちゃいます。なかなか豪勢な3品ができたんじゃないかな、豪華な3品ができたんじゃないかなと思います。約30分、いいですね。はい、まずは納豆揚げですね。納豆揚げ、油揚げの中に納豆が入っているというもの、ネギも刻んで入っています。付け合わせに、かいわれ大根、続いてはこちら、はい、こちらは卵ときくらげと豚肉の炒め物、はい、長ネギも少し入っています。そしてこちら、簡単に作れる、サバ缶、サバの味噌煮缶を使ったしぐれ煮、上にかいわれを乗せすぎて何かよく分かんなくなってますけども、これはサバの味噌煮缶です。この中に大根おろしをしたものを加えて、最後にかいわれを乗せただけと、とても簡単です。ということで今日も3品が出来上がりました。それでは食べてみたいと思います。